あれですね、マイク2本しかないのでどうしましょう。とりあえず、ここ渡してもらって、僕は地声で行かせていただきたいと思います。この2人の紹介で、はい、ちょっといいですかね、はい、多分皆さん気づいたと思うんですが、すごい初見乱用してますよね。はい、いいじゃないですか。何ですか、今回俺が予算集めたんだよ。あれなんか最後のなんか、はい、あそこの部分は何ですか、終わってからもう全部終わってから番外なんかこうやってるところで出たら面白いんだけど、なんじゃこりゃってなりますよね。初めて僕も見たんですけど、何あのお家何ですかいるえ、いらないよね。いらなかったけど、YouTube 版にはあれ入ってません。あ、そうなんだ。DVD 版はあの前兆版だけども、YouTube 版には入れない。はい、みたいな。じゃあちょっと、なんでしょう、やっぱりほら、ね、やっぱ自己紹介大切ですよね。はい、大切ですよね。じゃあ、お兄さんから一人ずつ紹介。おいそんな時間ないですね。じゃあ、ちょっと。今回、三森さや役を演じさせていただきました、あずさゆりです。よろしくお願いします。みさつで、野獣一族のボタン役をやらせていただきました。ナオミです。よろしくお願いします。林の中にこんな感じでやってるわけね。はい、というわけで私が漫画原作者か映画監督をやらせていただきました、チャイルです。よろしくお願いします、はい、多分皆さん多分ですね、心の中に絶対疑問が1個残ってると思うんですよ、うん、最後のシーンですね、はい、僕もすごく気になったんですけど、はい、急に夜になりましたね。え、昼間のなんかすごい超大変だったんだ。何がみんな飯食いに行ったの、何したのあれ。バカ野郎僕だから、僕の予定ではもう最後のさやとの中心までで、ないよそんなシーン。突っ込んで、だから映画のやつスケジュールでは確か夕方6時ぐらいにはアップ予定だったんですよ。終わったの12時過ぎてましたからね、夜中。そう、どっぷり、なんだろうあれと、どっぷり夜でしたよね。僕も、おやこれは時間の経過がおかしいぞみたいな感じになってくる。よくあることだったね。ですね、流亭で夜になってるとかっていうツッコミしなかったです。しょっちゅうだった。だって半田さんもちょっと冷え少し生えてくる。生えてねえ。そうなんですよ、ちょっとね、すぐに青くなっちゃうから。なんで生えてねえ。なんてこと言うの。半田さんの顔はテカってるだけだよ。テカってるじゃなくてツヤです。あ、ツヤか。あやかさんね、あの警察役のね、彼女もここらへんうっすら出てますね。おっさんだから、バカ野郎、なんちゅうこと言うの、残るんだろ、これ、どうか。ダメだよ、でもやっぱりさ、最後にアンズさんの笑顔で終わって、この映画、いい映画だなって感じ。ありがとうございます。主役になってたよね。なんか主役になっちゃったぞ。最初、アンズさんのキャスティングの時は、殺し屋軍団の一人って話だったんだけど、そうですよね、うん、はい、なぜか知らないけど、急にちょっと綾香のスケジュールがあんま取れなかったこともあり、ああ、だって綾香のお姉さんっぽい人っていないって言ったら、私の知る限り、あんた最初の彼さんねみたいな感じで、ね、で紹介してもらって、で、やってもらったら本当にもう主役になっちゃったっていう。食いまくりだからね。食ってはないです、食ってはないです。みんなで相乗効果ですね、うん、はい、いやでもなんか美人が多いですよね、本当に美しいからね。ミスタスの方にも本当に多かった、ミスタスの方にもいる、ね、うん、僕キャスティングの中ではもう美人しかキャスティングしないんで。そうですよね、うん、もうほとんど職権乱用です。なんでだよ。だって主役もうほとんど主役じゃないですか。ね、主役がなんでパタリロなのとか思ったら、誰がパタリロだよ。誰がパタリロだよ。初めて言われたわそんなの。なんでやねん、卵の殻を持ってきていただいてね。はい、そうです。何、卵の殻を。ああ、カリメロ。さあ、カリメロだよ。でも年バレるよ。あ、バレていいですよ。アクションストーとかね、全部ほとんど一人で編集から何から何まで全部やってるっていう。アクションに関して言うと、岡本さんとか、うん、元ジャックの岡本さんとか、最後の三節子の。うん、サンスコーンの人がいるときはやってたと思いましたけど、ほぼ僕ですね、アンズさんにちょっとね、こうでぐり返ししてとか全部やってましたよね。吹き替えなしですよ。そうですね、アンズさゆりが吹き替えなしでアクションですよ。
意外とあの僕の知ってるあずさんは運動神経そんなにないというかよく頑張ってますよ。よく言われますね、はい。ちなみに言うと私でんぐり返しするの私が言いましたよね、うん、ですよね。何かやりましたよ。やりますって言って、うん、でやめてって言われたんですよね。落ちちゃう。あ、そう、危ないからやめてって言われて、あそこ崖になってて落ちるのよ。そう、俺試しにあの回転してみたら落ちそうになったんで。そう、柵がないんですよあそこ。チェーンが壊るだけなんで。そうそう、ちょっと間違えたら普通に落ちちゃうようなとこで、うん、あの映画の中でスパッて飛んでるやつです。飛んでないですけど、うん、あれ落ちたから全国区のニュースになってますよ。なってないですよ。首クイーン、でんぐり返しで落ちたみたいな。ダッサッ。これはね、ダッサッ。でもあのその辺のでんぐり返しとかも全部やるって言って、うん、全部やってるんですよ。ね、ね、監督さん、はい、どうですか、アクション女優としてこれからね、どうですか、はい、監督、アクション女優としてね。ぜひぜひ、あの、使いたいって。ぜひ、ぜひ、ぜひ、はい、何でもやる子です、ね、え、何でもやるんですか。意外と NG は水着水着水着が NG、 アンズサユリが水着が NG って何それ。写真で見てもらうもんですから、グラビアは。あー、はい、なるほどね。映画内で見るものではないですよ。でも僕も結構フラワーとか見ましたけどね。それは DVD。 はい、はい、なるほどね。ちょっといじってもらえる。そうですね、うん、ちょっとなおちゃんいじってもらえる。ほなみちゃん、あの、なみちゃんってなるの。なみちゃんってあれだ、あの、なみちゃんは、確か事務所がどっか、あの、なんか小坂、ね、小坂由香さんからね、紹介していただいたっていう、うんうん、はい、本当は小坂さんもね、口説いてこっち出てもらおうと思ったんですよね。ミスターズの方に出てもらおうと思ったんです。あの、小坂由香さんっていう、あ、ミスマガジングランプリの、うん、はい、彼女に出てもらおうと思ったところ、でも、彼女を推薦してこられたということで、何かちょっと、うん、その経緯をちょっと、はい、言い残したいこと、言い残すことは言い残すこと、いや、別に、なんか私、小坂さん実はお会いしたことなくて、本当に事務所の社長からこの日行ける人って言われて、うん、行けますって言ったら、あの、出させていただけたっていう。そう、なんか林の中でこんな刀を見てなんて役だと全然思わなかったでしょ。そうですね、あれね、1月に撮ったんですけど、寒かったんだ。あの、めちゃくちゃ寒いですね。で、僕らが撮ったのって9月だったじゃないですか、うん、で、僕、岡本さんとの戦いでもう焼けちゃってるぐらい日差しも強かった、うん、ね、でもやっぱり撮影するのは10月とかの方がいいかな。そうです、暑い。そうですね、今の時期とか絶対撮影したくないです、ね、もう8回も撮ってるのに今頃、うん、今頃か。いや、毎回思ってるじゃん、8月は絶対撮らねえぞって言ってるじゃん。1年前のことは忘れちゃうもんだから。鳥年だから絶対、鳥年じゃない、お前だよ、鳥年は。俺猿だよ、行く上でしたバカ野郎。そんな感じでね、暑い時期の撮影もしたくないなと思ったんですけど、あの時は本当に寒かったなという感じで。川のあれでしたよね、なんかね、はい、あれもあったかいんですか。ラバーですね、あれもあったかいんですかね。いや、でもやっぱり外でずっといるとしんしんと冷えてくる感じですね。辛いですよね。はい、あと他に何か思い出みたいなのがあるんですか。あ、そうです、本当になんか、あの、行った瞬間なんかただこうチラッと映る程度なのかなと思ったら、突然盾をがっつりあのやらせていただいて、一応居合な経験は大学であったんですけど、あのやっぱ全然こう盾と違うところがいっぱいあって、これ大丈夫かなって思いつつ、ダメ出しもいっぱいいただきつつっていう感じです。僕もダメ出しないですよ、岡本さんですから。僕はこんなこと言わないですよ。でもまだ全然若いですよね。まあ、そうです。20代中盤ですね、うん、なるほど、これから、まあ、これからが楽しみなんで、ね、まあ、次の流程、新流程の方でまたやってもらえたら、バッグ悪者を殺していくみたいなね、可愛い子がね、なんかこう可愛い子が、あの、なんかコアモテみたいなやつを殺すとちょっとスッキリしますよね。そうですね。だから次回アレスがどんな死に方するのか、また見ました。後ろからバコンってやられてバサッて倒れて、うざっとか言ったその言葉が面白いじゃないですか、ね、うざ、そう、これ本当うざいんだ。美味しいアレスをどういうふうにね、あの、なんかね、あのカエルを潰すみたいに殺すかなっていうのが、そう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 、
いろいろね種類を考えてるんですけどね。そうですよね、うん、でもね、あの注文がうるさいの女優に殺されるさせろって。ああ、なるほどなるほど。大体あの綺麗な女優に殺さす。密撮では綾香アンヌで、流亭では安藤さんと。はい、その注文がうるさいんですよ。なるほどなるほど。あの美人っていうのは男には殺されるわかりますよね、皆さんも。もう次あれでいいんじゃないの、拳銃撃ちまくっちゃうよね、もう。そういうの美味しいですよね。できんのか、リアクション。あ、もうそうそう、難しいぞ。やりますよ、やりますよ。ちょっと顔が笑ってるかもしれない。ド M か、我慢で。下手くそ。わかりますよね。という感じですかね。そうですね。でも、あのこのですね、皆さんも多分あのご存知かもしれないですが、松田優さんもそうですが、あの渡辺裕之さんの遺作でもあるという、あ、すみません、渡辺裕之さんの遺作でもあるという、そしてやっぱりちょっとあのこだわりという部分では、ビーバップハイスクールの、上等の大学組、柴田西っていうね、彼らにもあの出ていただいているという、あの2人、あそこで、小表の、西さんは死んじゃいましたけど、あの死んでないよ、西は。え、さっき生きてたんだっけ、あれ。瀕死の重症だって、ね、あいつは人間かよって俺言ってるじゃん。あそこだ、そう、まだ生きてたんですね。そうそうそう。じゃあ、本当はこう、なんか包帯巻いて出てきてほしかったですね。うん、あのスケジュールの都合があって。ということが、いろんなことがあるんですよ。大体だから、友情、もう本部友情視線なんで、うん、もう、まあ、みんな1日ずつぐらいしかスケジュールをもらってないんですよ。そうですよね。で、仙台もののね、うん、あのお姉様方、そうそうそう、仙台も牧野さんにしても萩原さんにしても大体1日2日、ね、ピンク、仙台ものでピンクをやられた方たちで、あと斉藤玲ちゃんもね、今回これに参加。あ、玲さんですね。玲さんはあの安藤さんも出てた舞台で知り合って、つぶつぶだっけ、何でしたっけ、つぶつぶじゃなくて、なんだっけ、つえつえ、つえつえ、つえつえと斉藤玲さんちょっとピンとこなくて、で、あの写真見て、あ、つえつえじゃん。つえつえってわかります、あの何でしたっけ、あのガオレンジャーね、ガオレンジャーの、うん、悪の女王のなんかそんな感じのね、つえつえさんっていう、うん、ちょっと写真見るとめっちゃウケますよ。だから本当は、うん、あの舞台にも出ていただいてると斉藤玲さんって、あのさっきこんな、あのメイクはどこ行ったっけ、あの青いですね、こう映ってないけど、あのメイクは本当そのガオレンジャーのメイクをしてくださいと、さすがにここはやめてくれと、目のとこだけのガオレンジャーみたいにしてって言ったら本当についついだったんで、本当にそこの最後、あそこのところはピンク、ダブルピンク、ダイナピンク、バイオピンク対ついついの戦いなんです。あれよ、ああいうところがね、そうそう、意外と通な方には多分おおって感じだね。そう思います、思います。そうそうそう、そうだ、ちょっと細かいところがね、結構ね、なんか夢を叶えてる感がね、あ、遊びですね。壮大な遊び。そう、うん、確かに特撮ファンが喜ぶかなというような感じですね。で、今回あれですよ、大山さんにも出てもらってるからね。そうですよね、大山さんも静岡に今ね、そう、日本統一のね、あの方が出てもらってね、僕ら目指す日本統一だったんですけど、あのそこから来てもらったみたいな感じで、はい、まあ、どんどん豪華キャストになってって、お、あれですレベル下げられないぞこれですよね。流亭シリーズこれ以上下げれないよ、もっと上がっていきます、上がんなきゃいけないよこれ。で、チャチくなったね、次のシリーズチャチくなったねなんて言っちゃうよ。そうですね、うん、そうそうそう、結構豪華ですからね、これ結構っていうか、まあ、これよくこの予算でできたねって思ってる。いや、それはですね、あ、それはですね、あのアレスのおかげです。いやいやいや、とんでもないです、アレスちょっとね、いろいろお願いしてね、うん、キャスティングでね、ちょっとでも皆さんにはね、そう、うん、本当に大したギャラじゃないんですが、本当に、うん、あのこの、あの、なんていうの、自己満の映画に出てくださいっていう、うん、自己満っていうか、自己満っていうか、自主制作ですけど、みたいなね、うん、はい、でもすごいですよね、8作もずっと撮り続けてるっていうのは本当すごくて、うん、スターウォーズね、あれも最初の初代最初の作品も9曲の自主制作映画がどんどんあんな風になっていくっていう部分なので、もう本当にもうね、スターウォーズに負けないぐらいの勢いで負けるよ。負けるわ、何、どこと比べてるの。いやいや、もう負けない感じでいきたいですよね。レベルは下げれないから、あのこのクオリティでいかなきゃいけないなと思いますので、アンさんお願いします。あ、はい。それはやっぱりね、常連なんてじゃないですよね。鼻のある方が主演になってもらわないとですね。じゃあ金髪でいいですか。全然いいです。もう女神様みたいでしょ。ね、もうアルテミスの、ね、2代目総長なんで、月の女神なんで、ね、月に変わってお紹介していただけてと、うん、僕、ね、最終章って言ったから、本当に、はい、あの、あ、綺麗に死んだんだなと思って、はい、で、あれでまた生きてたから、またやるんだろうなやっとあの最終章なのは立川隆二が主役の話は最終章です。最終章です。もう出てこないです。で、出てはくるんだけど、あの
僕がメインじゃなくて次は女性がメインになってもらいたい、僕が見たい映画を作りたいって言ったんですか、はい、僕が見ながら、ね、あの 楽しみたいと思って、はいはい、だから結構実力のある、ね、役者さんも結構揃い組で、はい、みんなすごいあの時間でもよくあの感覚、あのでもそうか冬までかかったって言って相当結構短縮してちゃんと撮ってますよね。それでも、まあ、今回はあの FF のスケジュールの都合上があったんで12月まで撮り終えて長考をやらなきゃいけないっていう都合があったんであのやりましたけど、次はもう1年かかろうが2年かけようがちゃんと作りますよ。その、はい、日がつながってないとかそこに言うことないようにスケジュールの都合上ね日が沈んじゃったけどやっちゃったけど、本当ならばあそこはもう一回やめですよ。わかります、はい、俺の髪型がつながってないとかね、あそういうのもありますよね、うん、はい、もう俺はわかるんだけど誰も気にならないよって言われたけど俺すんごい気になってしょうがない。そうですね、うん、はい、でその日だから日が落ちてるとかっていうよりは俺髪型が変わってんのがすんごい気になって。うん、追殺なんてね何回かやられたじゃないですか。追殺流亭に関しては追殺はしなかったんです。しなかったんでしたっけ。三鷹で最後やらなかったんですか。三鷹でやったのは三鷹でやったのはそれ去年の話だね。あ、それ去年か。今日、あ、一昨年の話です。なるほど、うん、そっかそっか。流亭に関してはもうあれで行って密撮の方が撮り直ししました、うん、追加撮影綾カンヌが出てないという、はい、綾カンヌのシーンを追加しました。それでそれなかったら奈緒ちゃん出れないです。あ、そうか、なるほど、うん、はい、何かお質問とかね、うん、何かあの気になるこのシーン気になるなとかいうのがあったら絶対おかしい、なんか皆さんの、ね、目で見ておかしかったなとか、ここアンドさんと僕のキスシーンはついてません。あ、違う違う、いや誰も気にしないと思います。あ、そうですか。あそこ一番気になるじゃないですか。なんかさ、あのなんか最後のなんかあのエンディングでさあそこのシーン出てくるのさ、もう絶対もうこうもうみんなあれはお前55年の夢だからね。自慢したかったっていう、いや55年の夢、はい、もう最終章だからもうそこで締めたかった。はい、荒っぽいかな、ね、絶対編集してる時の顔がにやけてると思う。ちげえよちげえよちげえよ、そんなことしてるよ。いやいやいや見えるもん、なんか何にしようかと思ったんだろうね。あそこはアヤカンヌで行くのか俺はね、アンヌさんで行くのか、いや、俺とアンヌさんだなと、うん、ということで、はい、なんか質問などありましたら、あのじゃあ一体いくらで作ったんだとかね、そんなことも全然、ね、今だったらお答えできますよね。絶対聞かないでしょいくらで作ったと思います？言わなくていいですそうです、ちょっとね、まあね、ありえない金額でしたよね。ありえないですね。通常の流亭概念1から考えたら5倍6倍ですね、うん、5倍、うん、だからこんな人出てもらえたんじゃないですか。でもそれでも安いけどね。え、あ、いや、この、出てる出演者お金の話はいいんですよ。そうですよね10日間かかって、あの金額はなかなかないですね。だいたいだったら、2、3日ですよね。ね、そうですね、ありがたい限りですね、うん、はい、あとはこれを流行らせるってことがね、大事ですね。あの、だってほら、流亭概念は、あの3年前の作品は今 YouTube で視聴が30万から超えてるんですよ。あ、そうですね。あれもちょっと奇跡的におかげさまで、なんか、はい、ちゃんとある程度まで見ないとカウントされないので、うん、30万人が見てるってすごい、まあ、リピーターもいるとも思いますけど。そうですよね、あのおかげさまで、奇跡が見ていただいてますね、はい、まあ、あれも僕もいろいろあってあの頭怪我して救急車に運ばれたりいろいろあったんで、ね、そうですよね、命をかけて作ってるんで、はい、まあ、そこ見ていただければ本当にありがたいですよね、まあ、今回のもだからいずれ YouTube で流しますね、特別編集版を。そうですよね、最後俺が死んじゃってるって終わっちゃう。そうですね、そっちの方が僕は多分いいんじゃないかな。あのちゃん、なんかあの、なんだろう、ちゃんちゃん感はない方がちゃんちゃん感ってちゃんちゃん感がちゃんちゃん感は、はい、あのはい、そうですね。いやでも、死んでて、じゃあ死んで終わるとかっこいいじゃないですか。そうそう、僕もそう思います。それが俺らしくない。そうかな、潔いしておーいみたいな、みんながその突っ込んでほしかった。おーい、なんでやねん、今までの涙を返せみたいな、そんな突っ込みをされたから、みんなからなんか時間を返せって、そう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 、そんな突っ込みを待ってた。大丈夫です。はい、でも
まあ、自作もね、ちょっといろいろ展開していきたいと思っているので、皆さんのご協力がやっぱり、うん、作品にさらに力をね、いただけると思いますので、来年、あれです、10周年になります。そうですよね。10周年記念超大作、はい、竜帝外伝リターンズ好きだな、そういうのは。次は、まだまだで、はい、で、あの、最後さらばと、さらば、危ないデカ見ないといけないなと思ってますんで、またまた竜帝外伝タイトルでもっととかでしょ。そう、もっともとかねですよね、バカ野郎怒られるわ東映から、タッチさんとか出てくれないですかね。タッチさんね、警察庁長官にもいらっしゃってほしいですよね、千葉さんってね、はい、夢を叶えてっていうね、監督ですから、あれアレスが叶えてくれるんじゃないかな、はい、アレスが多分叶えてくれるんじゃないかな、キャスティング、ね、キャスティングだから頑張ろうとして、はい、頑張ろうと思ってます、はい、という感じですから、なんか一言ずつ、なおちゃんから、そうですね、はい、そろそろ時間ですよね、はい、時間です、あとそれ、あ、それやんなくちゃいけない、確かに、プレゼント、ご来場いただきありがとうございました。これからも応援よろしくお願いいたします。はい、はい、ですね、もうあの楽しませていただいております。あの本当に木原さんとはもう2010年ぐらいとか2013年ぐらいですかね、蛯原武史先生の主催する、2009年でしたね、あ、9年の付き合いですね。もうそうだ。で、蛯原武史先生の歌舞伎会というね、ザ・グレート歌舞伎さんのお店で、あの、交流会をやってる時にお会いして、そこからの、ね、されるというか、あの、仲良くさせていただいて、で、映画を撮るって言った時に最初に参加させていただいて、いろいろとちょっとプロデュースとか制作の一部裏から手伝ったりとかしながら、視点もさせていただいて、すごく、初映画出演だったんでね、僕としてはちょっとやっぱり思い出に残る作品だなと思っております。でもあの夢をねどんどん叶えていくっていう姿に僕はやっぱりちょっとあの共感もしながら尊敬もしているので、あのみんなやり取ることができてもそれを展開することができなかったり取り切れない人もいるんですよ、数多く。でそれをちゃんとアマプラやコンビニとかツタヤとかそういうところでもちゃんとあのレンタルされたりとかするところに一応こうやってるんですよ。これちゃんとやるので、僕はだからそういう普段はチャラチャラね、してて飲んでる時もめんどくせえなとか思ったりすることもいっぱいあると思うんですよ。僕はそんなこと思わないけど、思いますよね。本当にね、ちゃんとやる、最後までちゃんとやりきるというね、自分の夢をやっぱ一歩踏み出したら、やりきるっていう男が、もう僕はどちらかというとそこが一番井原監督のすごいところだなと思っております。形にする、はい、というところが、本当にこれからもまたちょっと組んで一緒にやらせていただきたいなと思っておりますので、はい。ちょっと大きな拍手をお願いします。はい。はい、あずさんです。ご来場いただきありがとうございます。今回は、この作品に参加させていただいて、殺陣をやったことが私は本当に今まで一回もなくて、どっちかというと見た目とキャラで、怒るだけの役か、またはヒロイン的なお姫様みたいな役しかやったことなかったんで、こういう、何ですかね、まあ大体初対面の人にはヤンキー元ヤンでしょとか言われるので、なんとなくなんかその初対面の人に見られがちな感じの役をやらせてもらえたかなと思ってます。今までそう素ですよね、あれね、なんで元ヤンではないですけど、これからもこういう盾とかがやれる機会があったらやっていきたいと思っています。いろんなところで来月も舞台やったりとかするので、よかったら SNS 等で見てぜひ見に来てください。ありがとうございました。はい、本当にもう2週間にわたって上映してきたんですけども、まあ、今日本当リアルに結構入ってくれてありがとうございました。もうこの竜帝シリーズ僕の夢を叶えるみたいな感じで作ってますけど、本当に出てほしかった人たちに出てもらうっていうね、まあ、アンズさんね、もう僕が20代の時にね散々お世話になった。どういう意味ですか。はい、いろいろな意味です。はい、まあ、ここもですけど、はい、いろんな意味でね、うちにあったヤングマガジンに必ず、ね、アンサユリって書いてあったりとか、ずっとアンって呼んでたんですね、その時アンサユリって呼んでたんです、まあ、その方に出てもらうとかね、 B バックの人たちなんか高校の時から知ってる人たちで、だから
ね、本当もう会いたかった人たち、ね、一緒に仕事したした一緒に仕事したかった人たちに一緒に、ね、僕の映画に出てもらって、本当もうこのまま、ね、自分の、ね、思い出としてこう持っていけるかなと思ってるんで、もうそろそろいい年なんでね、僕は、はい、まあ、今後ともまだまだ生きてるんで、はい、やれるたびやりたいかなと思います。ね、はい、で次回は千葉真一さんに出てもらいたいと。お前は千葉真一さんは無理、これちょっと交渉してみます。渡里哲也さんね、はい、そうですね、ですか、はい、石原裕次郎さんは、ね、あんま拾いづらいですね拾いづらいというか、そうですね、はい、夢叶えた、だから今のうち叶えたとね、まずだから本当その残念だったのは千葉さんに出てもらえなかったと、ここがすごい残念、はい、いずれ出てほしかったんですけど、まあ、大場さんはですね、その辺、まあ、夢叶えたそうですね、はい、あとは、ね、生きてる方で舘ひろしさんが出てもらいたいと思います。島田恭平さんですね、はい、そうですね、はい、ね、そしたらみんな固まりますね、中村徹さんとか徹さんもです ね、 ね、はい、はい、まあ、そんな夢もありますが、今後とも何卒応援をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます、はい、はいはい、まあ、というわけで、はい、時間の方があっという間に過ぎてしまいましたが、はい、以上で、はい、本日の上映は終わりとさせていただきます。はい、あとは明日、はい、ラスト、年内最後の、はい、そうです、年内最後の流亭イベントの方が明日行われます。はい、はい、それがですね、俺たちの戦いはこれからだと、はい、いうですよ、ね、キャッチフレーズついてますけど、はい、意味分かってますか。はい、もちろんですよ、分かってますか、ね、もちろんです。俺たちの戦いはこれからだ。はい、じゃあ、たけし先生の次回作にしてください。はい、そうですねで、それもあってですね、今日ちょっと、もしここからちょっと写真だけ撮っていただいて、今日楽しかったとか、これなんでしょう、30倍ぐらいに生地をちょっと膨らませていただいてですね、明日まだ席が余っておりますので、最終日がね、一番多いみたいなんですけども、ちょっと明日来ますね。そうですね、でもまだちょっとまだ空いてるので、うん、もしよかったら皆さんの、ご友人とか親戚とか、どんどん宣伝していただければと思います。ぜひ来ていただいてね、絶対楽しめると思いますので、あずさんも明日来てくれるかな。はい、ということでスケジュール調整していただいたそうですよね、はい、いや、ノリで来るかなと思うんですけどね、はい、ということで明日皆さんもね、ぜひ宣伝もう一回見たいなと思ったらですね、ぜひぜひ明日来ていただければと。ずっと来てくれてますよ。あ、超リピーターです、ね、そうなんですか、超リピーターです、はい、ありがとうございます。どなたのファンですか。いや、あ、僕ですか、ありがとうございます、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ明日も来てくれるかな。いや、もう予定入ってます、予約入ってる、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっと長くなっちゃってる、ありがとうございます、はい、というわけでですね、はい、会場の時間もありがとうございまして、そうですね、はい、はい、それでは本日は本当にありがとうございました。また明日もありますので、よろしかったらぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。一冊通で野菜一族のボタン役をやらせていただいた直美です。私の盾いかがだったでしょうか。私の活躍はこの後発売される DVD で確認してみてください。ご来場ありがとうございました。三森さや役を演じました安津沙耶里です。この度は約2週間にわたっての上映会に見に来ていただいた皆様ありがとうございました。この秋ですね、この流亭外伝が DVD 化されます。ということで、ご来場できなかった地方の方々も、今回見ていただいた方もぜひもう一回見たいっていう方、ぜひぜひ DVD をご購入していただいて、皆さんのね、演技を堪能していただければと思います。ではでは、よろしくお願いします。ありがとうございました。